目黒学院中学校、高等学校は、東京都目黒区中目黒一丁目に位置する、私立中学校、高等学校。目黒学院理事長の関口隆が校長を務める。校舎は、中目黒駅から徒歩5分のところにある。土地が限られており、校庭が狭いため体育の授業の際は、徒歩2分ほどのところにある、第2グラウンドや体育館、記念館を利用し、 部活動の際はこれらの場所以外に外部の施設などを借りて練習を行っている。サッカー部は第2グラウンドで活動できるものの野球部は神奈川県川崎市中野島に所在する中野島グラウンドまで行って活動している。中高一貫校舎にはイングリッシュカフェが備えられ内部には来客用の洋風なテーブルとソファーが設置されている。中央には 世界都市の時刻がわかるガラス張りの電子時計がある。2011年度から中高ともに教学に移行した。しかし、2011年度の高等学校の入学試験では、募集人員のおよそ半数を占める特進コースでのみ男女を募集しており、その他の総合コース、体育コースでは男子のみを募集した。中学校、高等学校一貫コースの入学試験では、 すべての試験会において男女を募集している。中高一貫生と高い理性は関わりが少なく行事も異なる。同じ行事でも場所や日時がそれぞれ異なる場合がある。ラグビー部はかつて花園で、目黒久が山時代を築き、梅木常明監督指導の下、選手権、優勝5回の実績を残すなど、全国の競合であった。空手部も全国の競合である。 最近では、公式野球部も東京都大会上位に進出しており、大学野球でも、目黒学院の名をよく見る。運動部運動系同好会文化部2012年より、放送部に統合された。名所は、放送メディア部に変更された。文化系同好会愛好会中高一貫と、高い理性の制服は統一されている。制服はブレザーであるが、ネクタイは紺色に統一。 体操着、靴や生徒手帳もそれぞれ学年職である。毎年、解放、霧を発行。総会は3年ごとに開催。ありがとうございます。